こんにちは。着物テントの店主のはるかです。今回、今昔着物大市というイベントのフライヤーのイラストが、AI を使っているようなものだったりとか、着物だか何でかわからないような感じだったりとか、この上前と左前が逆になっていて、本来着物は左が上なんですけども、右が上のイラストになってしまっていて、これは死に装束だっていうことで、ツイッターで炎上しているという件について、SNS を通して、出展者としてはどう思われてるんですか？大丈夫ですか？って、あと、主催者さんどんな方なんですか？ってご質問いただいたので、私なりの見解をお話ししたいなと思っております。ね、この今昔着物市というイベントはもう12年前から続いていて、いろんな全国からリサイクルやアンティークの着物を扱う業者さんが集まって、広い会場でお客様が自由に選べて、1000円2000円から着物が、数千円の着物からいろんな一品までたくさん見られるっていう楽しいイベントで、人気のイベントなんですけれども、この主催者の中本さんという方は、私の父親世代の方で、70過ぎていらっしゃるのかな、ぐらいなんですけども、本当にとにかく新しいことが大好きで、いろんなことをチャレンジして、思いついたことをやってみようっていうタイプの方なので、で、よく言えばおおらか、あと自由な感じで、ちょっと個性的な方なので、やっぱりたまに出店者が振り回されることもあったりとかも、今までもありましたし、フライヤーもいつも全然趣向が違うイラスト使われてたりとかで、お、今度はこう来たかって思うことも実はありまして、なので今回の件については、私の率直な意見としては、あ、中本さんらしいなっていうところがあります。で、多分 AI 使ったイラストなんて面白そうって思って、ちょっとやってみて、したらもう、あ、これ面白いからいいんじゃないって言って、多分細かいとこ気にせずに修正とかも、まあいいかって言って、いっちゃえ、ゴーゴーって感じで、使ったんだろうなって思っております。で、それでやっぱり着物を着る詳しい方からしたら、やっぱりその死に装束っていうところはやっぱり気になるところだとは思うので、私もさすがにお、これはって思いましたし、ちょっとこれは主催者側としてこれをやるのは良くないんじゃないかってことで、ご意見があるのは本当にもっともだと思います。私もちょっとびっくりしました。でもそもそも私は着物ですらないんじゃないかなと思ったので、せめて着物にしてくれって思いました。率直な意見としてって言ってみたら、これもなんかね、どこの国かわかんない感じだったりするんで、もう、あ、中本さんらしいなっていうのが意見です。で、まあ、でもそんな自由でおらかな中本さんだからこそ、このイベントも長く続いてますし、私のお店のコンセプトが、着物を洋服感覚で気軽に楽しんでほしいっていうのをずっと目指してまして、堅苦しいフォーマルはちゃんとフォーマルで着るべきですけども、普段着としての着物はファッションとして好きなように合わせて楽しんできたらいいんじゃないかなっていうで、テーマでやらせてもらってますので、その思いにも中本さん共感してくださって、応援してくださって、こういう着方が広まれば、若い方とか着物を知らなかった世代の方とかも着てみたいと思えるんじゃないか。せっかくこんな、お安く、リサイクルやアンティークで着物が手に入る時代なので、本当にこのイベントが始まった12年前とかは、やっぱりまだまだ着物って敷居が高いもので、高級品で特別な日に着るもので、で、リサイクルで出回ってるものはもうリメイクして、材料としてお洋服に使う、を作るわっていう方とかに利用されることが多くて、まだ着物を着て楽しむって方は少なかったと思うんですね。でもこのイベントがずっと長く続いて、そのおかげもあって、こんだけ安く可愛いものがあって、こんな自由に着ていいんだったら私も着てみたいっていうお客様が増えて、今ではたくさんの方が着物を楽しむようになってきたと思います。それはこのイベントのおかげもあるなと思って感謝しております。で、高本さんは今までも洋服ミックス、こうやってレースとか合わせたり、ベルトや帽子合わせたりする着方のイラストも採用されてたこともあったりとか、そういう柔軟な考え方でされているので、今回こういう件になったと思うんですけども、で、まあね、この件でこんだけ注目度が高いっていうことや、着物に関するやっぱり厳しい意見がある方もいらっしゃるってことを改めて実感しました。で、
ここで一つ私からお願いがあります。主催の方はもうひょうひょうとされてるので、何言われても気にされないと思いますし、もうこれはしょうがないことだと私は思うんですけども、やっぱり一般の着物を楽しみたいって思ってる初心者の方とかからしたら、こういうのを厳しい意見とかをたくさん目にしてしまうと、あ、やっぱり着物って難しいんだとか、うかつに手を出さない方がいいのかなとか、なんか言われたら怖いって思ってしまう方もいらっしゃると思うので、でも誰もこう悪気があってやるわけではなくて、知らなくて間違えてしまったりだとか、着慣れててもうっかり間違えることもあるので、故意に日本文化を壊そうと思ってやってる方はいないと思うので、もしこう左前は前を反対に間違えてきてる人がいたとしても、そこはちょっと優しく見守ってあげるか、こっそり間違えてるよとか伝えて、優しく伝えていただくっていう風に見守っていただけたらいいなと思っています。で、少しでも気軽にたくさんの方が着物を楽しめるように、そうですね、日本文化途絶えないように、せっかくこんなにいいものが、当時は高くて何十万もしたようなものが今安く手に入る時代なので、これを着ないのは本当にもったいないと思うので、年齢問わず50代以上の方でも、嫁入りに持ってきたけど来たことないわとか、今更もう知識がなさすぎてどうしていいかわからないから、こんな年になって恥ずかしくて聞けないしって方もいらっしゃるんですけども、全然もう習わないとわからなくて当たり前だと思いますし、着ながら、まずは着ながら覚えていったらいいことやと思うので、そんな方でもまずは着てみたいっていう気持ちで着物を楽しめるように温かく見守っていただけたらと思います。どうぞこれからもおおらかな目で今昔着物大市や着物楽しんでる方を見て応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。で、ここからは着物初心者さんや、これから始めてみたいっていう方で、こういう炎上を目の当たりにしてちょっとビビってしまっている方へのメッセージです。着物警察とかね、言われたり、着物のことを厳しく指摘する方がいるよみたいなことでよく言われたりするんですけども、それは結構ネットの中では聞くんですけど、実際には私たちの周りではほとんどそういうのは聞いたことなくて、私も京都もすぐ近くなので、もう着物といえば京都に派手なアンティーク着てったりとか、こんな、ね、洋服ミックスで行ったりすることもあるんですけども、もうほとんどの方が、年配の方でも皆さん、あら素敵ねとか、こんな着方もできるのね、いいわねって好印象で言ってくださることが多くって、多分あと初心者さんでちょっと着方が難しかったりすると、多分着物好きな方が、知ってる方が、私は知ってるけど知らなそうだから教えてあげようってことで、もっとこうしたらいいわよとか、そういう声かけられることはあるんですけども、悪意あってなんかこう怖いこと言ってくる人はほとんどいないんですね。で、お客様にも聞いたことないですし、なのでそんなに怖がりすぎずに着ていただいたらいいのかなと思います。もちろんフォーマルの場面では格とかちゃんと守ったりとか、季節のことも知っていた方がよりかっこよく着れるんですけども、所詮ね、普段着だったらお洋服と一緒なので、私服で4月にタンクトップだからおかしいとか、このスカートにこれは合わないとかいう方ってほとんどいないじゃないですか。なので、ね、着物だけそれを言われるってのもおかしな話なので、私服で着てる分には何か言われたとしても、多分教えてあげたいという気持ち、着物が好きだから教えてあげたいという気持ちで声かけてくださる方がほとんどだと思うので、もし何か言われた時には、あ、ありがとうございます、まだ知らないんでって言ってありがたく受け取って、でも私服だから分かんないまま着てるんですけどね、へへって言って楽しんできたらいいと思います。ぜひビビらずに、ビビりすぎずに、気軽にファッションとして楽しんでいただければと思います。ということで、これからも今昔着物大市というイベントや、着物テントや、これから着物を楽しみたいって思ってる方の応援をどうぞよろしくお願いいたします。で、ぜひぜひこれから着てみたいなって方は、イベントやお店遊びに来てください。長い間ご視聴ありがとうございました。着物テントのはるかでした。ありがとうございます。京都から2駅、滋賀県大津市のアンティーク着物ショップ、着物テントです。ウェブショップやインスタグラムをやってます。ぜひチェックしてくださいね。チャンネル登録もお待ちしてます。